せっかくなんでちょっと小山さんにこう聞いてみたいんですけど、あのエコワークスの家って省エネ性能って どのくらいあるんですか。まあ、今回、省エネ性能の説明義務化ということなんですが、うん、実は私どももですね2016年からベルスを全棟表示してまして、太陽光発電を除いた建物だけの省エネ性能で大体 35% 削減、省エネ基準からですね。ですから先生が大手事業者 25% 削減とおっしゃってましたけれども、はいはいはい、それはもう楽々クリアをしていまして、今9割が ZEH で LCCM が3割ぐらい。なるほどな。 LCCM ってせっかくなんでもうちょっと説明してもらえますかね。そうですね、LCCM はライフサイクルカーボンマイナス住宅といいまして、ゼロエネルギーハウスは住んでる時にゼロエネルギー、年間を通してゼロエネルギーということですけれども、 LCCM は建てるとき、住んでるとき、メンテナンスをして、また最後解体するとき、住宅のライフサイクル全体で、CO2 排出量に換算してゼロにするという。なるほど、なるほど。建てたときの材料とかも含んでるわけですよね。そうですね。もうさらに進んだってやつね。そうですね。まあ、町の発電所ですかね。そうですね。要は木を植えるのと一緒みたいな感じになりますかね。そうですね。まあ、家に住むこと自体が CO2 という観点で環境負荷がほぼゼロという。なるほど。逆にマイナスになっちゃうと、貢献してるわけですよね。そうですね。それは必ずしもお客様にとってご負担があるわけではなくて、太陽光発電をゼッチよりプラス2キロとか3キロぐらい乗せるので、はいはい、まあ、その分の経済メリットがあるので、逆にお金だけでいくと、LCCM の方がさらにお得なんですね。なるほど。なるほど。まあ、そのことをきちっとご説明すると、まあ、3分の1ぐらいのお客様が、じゃあそこまで頑張ろうという形になります。ゼッチを初めて建てたっていうのは何年ぐらいですか？初めて建てたのは2009年ぐらいですね。その頃はまだ計算方式もなかったんですけれども、昔事業主基準っていうのがあって、はいはいはい、まあ、それで計算して ZEH になってたのが、じゃあもう 10年、いやでも10年経ってるってことは、10年お住まいになった方がすでにいるってわけですね。その方の評判って実際どうですか？ですね、やっぱ断熱についてはとっても暖かくて、もう良かったと、もう想像以上に気持ちがいいということで、で太陽光はですね、やっぱ最初は半信半疑だったらしいんですよ。本当かなと。過去数百棟、まあ、太陽光発電の住宅を提供してますけれども、皆さん結果的にはいやいや、あの時進めてもらってよかったと。なるほど。経済的なメリットが十分あって、なるほど、よかったというようなことをおっしゃってくださいますですね。お金の話なので、はいはい、本当にそうかなと心配で、それが分からないんですよね。固定価格買取制度で一定の利益が出るだろうという計算で売電単価が決まっていて、はいはいはい、売電価格も安くなってきてますけれども、それはパネル代が安くなっていくのに合わせて安くなっているので、まあ、経済メリットは、まあ、担保されているわけですけれども、まあ、そのことがなかなか一般の方は、うん、ご認識が少ないもんですから。そう、今まで建てられた方のデータとかも取られてるんですね。あ、そうなんですよ。今先生にお見せしたいと思って持ってきたんですけれども、はいはいはい、一番大事なのはやっぱり光熱費、ご入居後調査させていただいて、なるほど、どのぐらいの省エネがあって、なるほど、どのぐらいの売電があって、結果経済メリットを考えると、ほぼ全ての方が大体もう太陽光発電は10年ちょっとぐらいで、まあ、元を取れますので、そこから先は本当にこう、まあ、エネルギーコストはかからないという意味で、私どもはこういう説明をしてるんですね。まず家づくりが大事なので、太陽光の話はちょっと忘れてください、なるほど、とにかく家の躯体性能を高めて、冬寒くない、夏暑くない、また省エネな家にして、でその上で、電気をどうするか、それは電力会社から延々と毎年20万前後払い続けていくのか、太陽光発電に初期投資して10年ちょっとで元取って、そこから先はまあ時々メンテナンスコストかかりますけれども、はい、それでもほぼタダみたいなもんですので、ずっと電力会社に頼られますか、まあ、我が家が発電所になって我が家で調達されますかということを説明すると、まあ、9割ぐらいの方が経済的にも大幅にメリットがあるZEHという選択にされるという感じです。なんかね、ZEHとかエネルギーとばっかり話をされるとね、いや窓が少しこう
なんか小さいんじゃないのっていう人もいるんですけど、どうですか？エコワークスの利用は。確かに、あの、一定レベルの断熱性が求められるので、はい、そのために窓を小さくする設計になってしまうので、うん、よろしくないという意見がありますけれども、うん、あのそれはですね、ゼッチギリギリで建てようとするので、なるほど、断熱性がレベルが低いので窓を小さくせざるを得ないので、なるほど、断熱性をの高めて設定しておけば、ゼッチでも大きな窓は設計できますし、暮らしを快適に心地よくというのが住まいの本来のあるべき姿なので、はいはい、それが前提で、窓ガラスもペアガラスだったりトリプルガラスだったり、このサッシや断熱材の性能を上げるということが必要になるかなと思います、うん、同じ省エネ住宅って言ってもどこに違いがっていう時は、ちょっと窓のサイズとか注目するといいってことですね。そうですね、窓の設計はとても重要なので、うん、まあ、設計士さんの力を推し量る意味でも、窓にどのようなこだわりを持ってどのような設計をされているかというのは、ね、一つ質問してみられるといいと思います、はい、なんか住み方とか住まい方変わったとかいう話は聞きませんか？その前の住宅から引っ越したりした後になんか少しこう暮らしが変わったとか、結構こまめに電気を消すようになったと。要は日中ですね、はいはい、電気を消すと揺れるわけですね。太陽風が乗ってなければ、まあ、無意識に電気を使っていたのが、太陽風が乗ることで余った電気を売るわけなので、まあ、こまめに電気を消すようになった。なるほど。で、子どもたちが消してもらう、ね、あ、それいいですね、すごくね、環境行動というね、そうですね、そういうものがちゃんとこう芽生えていくっていうのもすごく大切ですね、うんうん、まあ、住宅ってね、心が安らぐ場所なんですよね。エアコンとか暖房をどんどんかけないとですね、ダメなような部屋ではなくて、光もよく入ってくるし、まあ、そういうところで省エネ性があって、住宅の外壁っていうんですが、性能の良いものを選ぶと。で、実はいろんな調査を見るとですね、入ってから気がつくことが多い。でもなかなかそこから回収しようとすると非常に大きな資金がいりますから、やっぱりいろんなものでこう勉強されてね、ぜひこういろんな人にこう聞いてみて、で選んでいかれるといいんじゃないかと思います。早稲田の田辺先生は、まあ、20年先30年先を考えていろいろと研究をしていらっしゃる先生なんですけれども、皆さん方が今から作られる住まいは、数十年後もお住まいになられてるでしょうし、ひょっとしたら、次の世代が住み継いでくれるかもしれませんので、ぜひ未来のことを考えて家づくりに取り組んでいただければと思います。では先生、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい。